まあ、ゴールデンウィーク終わって、まあ、今日から、仕事で、まあ、成長通り行くんだけども、あのね、人間投資だなと思ったんですよ。あのね、僕ほらインドネシアね、バリに2日間遅れて、ね、あの帰ってたでしょ。でさ、あの帰ってたらさ、いきなりさ、あの O111 の話じゃん。それでさ、たまたま僕ね、その帰る直前にさ、あの生肉食べたんだよ。それも日本食レストランでさ、ね、あのもろにユッケ食べててさ、おかわりまでしちゃったのよ。それでさ、帰ってきたわけ。それで、あ、やばいなこれ、人死んでんじゃんと思って、で、これはね、気をつけなきゃいけないなと思ってたわけ。そしたらさ、昨日、あ、一昨日か少し体にブツブツ出てきて、やべえこれ、ね、俺かかっちゃったかもしれないと思って、で、昨日起きたらね、またさらにひどいのよ。で、慌ててね、昨日緊急で救急病院行ったんだよ。ね、そしたらただのかぶれだったんだよ。同時にその翌日にね、なんかオイルマッサージやったんだよな。で、その後にさ、ほら、塩もみみたいなのやったんだよ。で、これね、あんまり過度にやりすぎておかしくなってたな。で、今ね、薬つけて治してんだけど、人間って恐ろしいなと思ったらさ、不安になるとさ、違うなんかこと考えるな。悪い方に悪い方に考えんじゃん。だからね、これちょっと気をつけなきゃなと思ったね。でも、こういうさ、なんてことだけどさ、見えないってとか、知らないって怖いことだよね。でさ、たまたまね、僕なんかほら、ドクターなんかみんなね、友達いるしさ、弁護士もね、顧問弁護士ね、数人いるし、あとね、税理士もさ、ね、数人いるわけじゃないですか。でね、いつも聞ける環境にあるわけじゃん。ね、で、昨日はたまたまね、わざわざゴールデンウィークでさ、お呼びするのも悪いんで、ね、とりあえず近くの病院、ちょうどたまたまね、皮膚科の、緊急対応の人がいるからって言うんでさ、見てもらったんだけど、結局専門家に聞けばさ、なんだと思うわけじゃん。それでさ、ね、入り口入った時にさ、家族のね、まあ、うちの奥さん一緒に連れてったわけだよな。で、家族のもういいですかって言ったら、別にいいんじゃないですかって最初から言われて、で、結局見てもらったらさ、ね、皮膚科の先生がね、じっと見てさ、で、これって何しましたっていろいろこう思いついたことだったら、これはね、接触的なんとかなんで、全く心配いりませんからとか言われて、で、塗り薬だけもらって帰ってちゃってね。だからね、恐怖心に駆られるんだね。で、まあそんなことをさ、まあ、考えながらね、ほっとしてさ、で、昨日おとといはずっとこう原稿書いてんだけども、まあ休みにない方がいいな。ね、休みやると体おかしくなるね。これまた太っちゃってさ、ね、で、ね、たまたまほら、ね、リゾートとか行ってるとさ、なんとなくこう昼から飲んじゃったりするじゃん。で、ね、そのままこう夜までさ、飲み食いしちゃうからさ。で、昨日もね、昨日も一昨日もさ、結局、ね、昼間は原稿をずっとチェックしてさ、で、まあ、この出版予定のね、やつを昼間は仕事してるんだけど、まあ、夜になるとさ、休みだと思うから、ね、ちょっと深酒しちゃうよね。で、昨日一昨日、まあ、よかったなと思ったのは、三崎信じらんないくらい人なんですよ。帰ってきてその日もすごい大渋滞しててさ、で、成田からね、三崎まで帰るのに4時間半くらいかかって、で、すげえ混んでんなと思ってたわけ。で、翌日ね、たまたまさ、ね、工事の進捗状況を見に行くのに出たらさ、目を疑うばっかりに人がいるのよ。あんなことってさ、かつてね、この震災以降も全くないしさ、で、平日でもね、まあ、普段はあんな、平日か、通常の土曜日、日曜日のあんなに混むことないんだよ。だからまあ、これはね、多分自粛ムードがさ、ずーっと続いてきた中で、なんとなくさ、もう、自粛疲れしちゃってんだね。で、今、日本全国、要するに、人がさ、観光地に、外国人に頼らずに、観光客が来てるわけじゃん。これ長すぎるかどうか分かんないけども、なんとなく普通に戻ってきたなっていう気がするんで、まあ、この部分で考えるとさ、やっぱり、ね、無知って怖いよね。やっぱりさ、ね、放射能が危ないんじゃないか、ね、津波が来るんじゃないか、で、海沿いのエリアは、ね、危険なんじゃないかって言うんだけどさ、僕なんかは三崎ってね、昔から、ほら、関東大震災の時にも一切被害ないんですよ。でね、地震があってもね、倒壊したとこ一個もないわけで、岩盤の町だからさ、で、インフラの整備はね、いまいちだけども、安全性高いってことを知ってるからさ、そんなにね、まあ、地震があっても大丈夫だろうなと思うんだよね。で、これがさ、やっぱり不安になってくるとね、いろんなことを考えちゃうんだな。で、これはやっぱりさ、的確な情報をね、流さなきゃダメだと思う。まあ、今回、ね、昨日、一昨日からか、放射能のね、位置見るとさ、ね、半径何キロじゃねえじゃんっていう。
向きこっちじゃんっていうさところが発表されてるよね。あれってさ、本来の姿でいくと事実をさ的確に伝えることがね、やっぱりあの情報のさあのベースとしては一番重要なことだなと思うね。だったらさ、別にこっちの人心配する人なかったわけじゃんってことで、まあ、これから風向きによってどうなるか分かんないけども、でもさあのやっぱ情報ってね、正確な情報はあの逆かえってさ人を混乱に陥れないってこと、ね、で我々もそうじゃん、仕事しててね正確な情報を伝えるわけじゃん、ね、だ例えば PM の人たちもそう、ね、あのね、DCU の人たちもそう、ね、あとね、コンサルの人たちもみんなそうじゃん、ね、的確な情報を的確に伝えるから、要するにあの相手方がさ何たぶんほっとするわけじゃん、ね、例えばよくあるのは、ね、相続で対策で来るよね。で小林君と一緒に計算してくるとさ、え、相続税そんなかかんないじゃんって言う人いっぱい来るわけだよな。でもさ、ずーっと心配してたわけだよ。で、うちに来るまでずーっと心配してたわけ。ね、土地いっぱい持ってるし、ね、要するに、ね、家もあるし、アパートもあるし、ね、いっぱい持ってて、ね、で、単純に計算するとね、要するに、基礎控除額がさ、ね、家族が、ね、要するに、相続人が4人だとすれば9000万しかない。ただ、資産としてはさ、1億数千万あるから、相続税いっぱい来るんじゃないか。ね、でもさ、控除とかいろんなね、計算してみると、大したことない人っていっぱいいるわけだ。でもね、大事なことは、あ、大したことないんだなって分かった途端に、人間ってのはね、あ、なんだ、よかったじゃんと思うわけじゃん。あともう一つは、逆にね、大変な人も来るわけだよね。でも大変な人は大変なりに、ここが大変じゃん。だから、こうすればいいじゃん。っていうことを、ね、我々が専門家として伝えてあげるから、なんたく将来がほっとするわけだよ。で、日本のこの社会の中にいるときに、いろんなことがあるわけ。わかんないことっていっぱいあるわけだよね。なんでかというと教わらないんですよ。でだから例えばディスカウントキャッシュローね、要するに現在価値と将来価値のお金の分量っていうことをさ、日本の会社学校で教えてくれないんですよ。僕はたまたま、ね、専門学校に、ね、コンピューターの専門学校行ったから、一番最初に複利の計算バカみたいにさせられるわけ。でそれで現在価値と将来価値ってことをよく理解できたから、あ、なんだそういうことか。ね、これ知らないまんまさ、ね、騙され続けるところだったと思ったんだよ。だからね、いち早くさ人よりも要するに投資してるし、いろんなものに不動産にもね、不動産投資も始めたし、自宅も買ったしっていう、ね、そういう仕組みを知ってるから。で知らないと怖いんだよ。で今もそうじゃん、ね、将来に対して不安いっぱいあるわけだよね。でもさ、不安って何かっていうと結局ね、無知から来るってこと。あともう一つは、聞けば分かることなのに、聞かないから分からない。で会社の中でもそうだな。いろんなことがあって、いろんな、ね、要するに、仕事があってさ、分からないことは聞けばいいわけだ。うちの会社って、いっぱいいろんなこと知ってる人たちが、いっぱいいるわけだよ。ね、だから、ね、どこに、どういうふうに聞けばいいか、ね、すれば、ね、比較的仕事の中でも安定したさ、ね、楽なって言っちゃしてるんだけども、人よりも、要するに、早く、成長することができるでしょってこと。まずいろんなことね、我々人に教えるってことは人からいっぱい聞かなきゃダメだってこと。あとね、もう一つは人に教えるってことは経験をいっぱい継がないとダメだってこと。だから人以上に経験してるから専門家の価値があるわけじゃん。でもさ、人より、ね、経験しなかったら価値ないんですよ。だから思いっきりいろんなことを経験してもらいたいと思うね。で、分かんないことは経験のある人に聞いてもらえばいいということね。だからまあ、今回ちょっとね、昨日ちょっと焦ってさ、ね、慌てたけど、まあまあ、医者に聞いて、ね、自分の体は大したことないってことが分かったんで、まあ今日からね、頑張ってやっていきたいと思うんで、まあぜひね、昨日までは休みだな。で、今日からパツッとね、スイッチを切り替えて、ね、仕事してもらいたいと思う。お願いします。以上。